はい、皆さんこんにちは。城太郎ライブトークライブ、今宵も始まります。どうぞよろしくお願いいたします。よっ。さあ今日はですね、はい、ちゃんとオープニング映像が出ました。出ました、はい、よかった。よかったですね、なかなかかっこよかったでしょ。はい、ね、いい感じですよ。とってもありがとうございます。そして今日は初めてゲストをお迎えする回となっておりまして、はい、はいはい、どうでしょう城太郎さん、ゲストをお迎えする気持ちを一言。いやもうとうとうね、うん、ゲストを迎えても、はい、ようやくね体制が整ってきて、はい、ゲストを迎えても恥ずかしくない、お放送ができるだろうと、はい、いうことがありまして、はい、今回ようやくですね、はい、初めてお客様を呼んで、はい、ゲストに呼んで、はい、城太郎ライブとなりました。はい、もうコメントの方もたくさんいただいておりまして、こんばんはっていうご挨拶などありがたい。皆様今日もよろしくお願いいたします。そしてですね、前回からスタートいたしました、はい、城太郎ライブアレンジコーデ、はい、はい、今日は、コーデモデルになるスタッフはうかいちゃんが、はい、あ、後で大丈夫です。今はお名前だけのご紹介です。はい、はい、そんな感じで進めていきたいと思うんですが、今日は素敵なゲストをお迎えするので、はい、テーマは城太郎2018-2019今輝く人輝くコーデを語ると題しましてお送りできれば良いかなと思っております。はい、はい、それでは参りましょう、はい、ゲストご紹介させていただきます、はい、私でよろしいですか。あ、じゃあ、はい、はい、お手伝いが、ご紹介させていただきます。城太郎斉藤、この銀座シックスのお店のデザインをしてくださったデザイナー株式会社ベルリーナ代表樋口大輔さんです。よろしくお願いいたします。立っても大丈夫か。ありがとうございます。ありがとうございます。マイクです。はい、初めてのね、あ、これね、いいですか。ここですか。そうですね、マイクをつけていただいて、ここですか。よろしいでございましょうか。はい、はい。では私が改めて樋口さんのご紹介をさせていただきたいと思います。はい、デザイナー樋口大輔さん、インテリアやグラフィックを中心に数々のデザインを手掛けるトップクリエイター。この城太郎斉藤の店舗のほか、ジャスティン・デイビスやサボンなど多数のブランド店舗を担当されています。カフェやバーなど多数クリエーションを手掛けられ、素敵な大人の時間を生み出す筆頭として、今夜城太郎さんが熱望してのご出演となりました、はい、ありがとうございます。ちょっと、おっと、はい、景気が良い城太郎さん、今日樋口さんのコーデを城太郎さんが組んでくださった、はい、ということなので、はい、ちょっとご紹介を、はい、はい、あ、はい、立ちます。コーデいいですか。見えてますかね。コーデいいの。はい、大丈夫です。さあ、今日樋口さんのコーデは、はい、今日はね、樋口さんね、ジャージね、ジャージの着物を着てもらいました。まあ、ベージュのジャージね、袖に柄が入って、あと、そうだね、ちょっと裾にも実は柄があるんですけど、見えるかな、見えないか。前行きますか。前行きますね。前行きましょうか。はい、こんなね、この、ね、裾の柄がね、ありまして、まあ、男性でね、裾の柄あるっていうのはなかなか少ないんですけども、それにまあ帯をね、流水柄の、マーブル柄の帯を合わせて、インナーをですね、また行きます。はい、大丈夫です。インナーを、千鳥のインナーを合わせております。はい、ちょっと赤いが強いかもしれないですけど、ちょっとあれです。はい、ちょっとすいません。まあ、そんな感じです。はい、はい、あの、素敵な大人のコーディネートです。はい、はい、で、天の声がちっちゃいっていう、あの、あ、コメントをいただいて。あ、じゃあ僕、もっぺん樋口さんの言いましょうか。はい、はい、お願いします。それでもガンガン進めちゃってください。はい、樋口さんはですね、インテリアやグラフィックを中心に数々のデザインを手掛けるトップクリエイターでいらっしゃいます。このね、手前どもの城太郎サイトの銀座店の、お店のほか、アクセサリーのね、あのジュエルの、ジャスティン・デイビスさんであるとか、サボンって化粧品ですかね。はい、化粧品かな、化粧品のサボンのお店の、プロデュースをされたりとか、そういうことをね、ブランドの店舗とかを担当されています。で、カフェとかバーもね、多数、クリエーション、素敵な大人の時間を生み出す筆頭として、今夜城太郎が熱望して、ご出演ということになっております。はい、改めて樋口さん、ありがとうございます。ありがとうございます。あの、ちょっと
大人の時間ということでシャンパンなんかも出ましたので、まあ、いただいていいですかこれ。どうぞどうぞどうぞ。ありがとうございます。乾杯で。じゃあすいません、いただきます。いただきます。どうです。よくぞ。ありがとうございます。メリークリスマスですね。よく考えたら、終わったけど。そうですね。何かありました。メリクリは、寝込んでましたね。寝込んでました、ね。はい、ちょっと鼻声ですいません。治ったんですけど、ちょっと鼻声が。はい、そういや、そうですね。寝込んでましたか。寝込んでました。祭りの時に皆さん。はい、じゃあちょっとね、樋口さんのね、インタビューというかお話していきたいんですけど、まず今2人の出会いは覚えてますか。2人の出会いは何年前ですかね。あれ、僕は六本木の店ができる前、あの六本木ヒルズの方に紹介いただいたんですよね、あの女性の。そうでしたっけ。違いました。あれ、その前どっか、その前、いやいやいや、パーティーでしました。上田さん、布を持ってうちに営業に来なかったっけ。あ、違う、ビアンカ、ビラビアンカ、ビラビアンカ。あ、違う、その前にどっかで一回会って、それで行ってますね。それでいらっしゃったから、それ最初にやったのを覚えてない。そうですね、どこかね、うん、大体お酒入ってたんじゃないですかね。どこでしたかね。でもその出会いは樋口さんとはね、そういう出会いだったんですけども、もともと実は樋口さんとはね、すごいちょっと話せば長いストーリーがありまして、実は銀座シックスのね、お店、僕はずっと都内でお店をやりたいところを探していまして、で樋口さんがちょうどハブになって森ビルの方をご紹介いただいてね、尾形さんですね。尾形さん、そう、尾形さんをご紹介いただいて、女性の方で紹介いただいて、それからまあトントン拍子といいますかね、じゃあぜひやりましょうよという話まで行ったんですけれども、本来ならばですね、ご紹介いただいて橋渡ししていただいたら、まあね、樋口さんインテリアデザイナーさんですから、もちろん樋口さんにねご依頼をして、デザインをお願いして、そのね六本木ヒルズのお店を作るというのが本来なんですけども、僕はインテリアファブリックスをねやりかけてまして、その時に本当に実はそのインテリアファブリックスの中で初めてこう無名の僕を使っていただいたのは橋本幸男さんでして、それがちょうどペニンシュアのねプロジェクトだったんですけども、そこを使っていただいて、で樋口さんには、不義理も承知でね、必ず2つ目のお店は樋口さんお願いしたいと思いますし、1つ目のお店は橋本先生にお願いしたいんやということを、まあ、不義理なことをお願いして、いや、ね、来やすくいいですよと。本当はちょっとムカついてはったかもしれませんけどもいいですよと。順番間違って、順番間違って、すいません、もう生意気なことです。全然全然。で、まあそのね、その2店舗目をっていうのは、なかなか2店舗目がね、それはもちろん、難しい時代でしたからね、まあ今もそうなんですけれども、なかなかできません、ね、よく見に行きましたね。ね、うん、あ、そうやね。2店舗目ね、そう、銀座で六本木をやりながら銀座に店出そうということでずっと探し回ったんですよね。で銀座の店も、空き店舗をね、もう何十軒と見ていきました、ね、うん、何十軒見ました。まあ結果的にでも銀座シックスでね、ね、よかったですね。良かったですよね。そうそう、あ、この店のデザインに込めた思いはというふうにね、ちょっとカンペが出ております。ちょっとね、このデザインに込めた思い、まあ、僕もね、まあ、このまずもって銀座シックスですから、そこにショップを構えるということで、まあ、並々ならぬといいますかね、まあ、思いと、まあ、お金も随分かかりましたんで、まあ、そのね、僕のもう、まあ、記念すべきというか、本当に人生の中でもね、本当に、こんな一度にお金使ったことないという経験をしまして、そこをね、今回樋口さんにしていただいたんですけども、樋口さん、僕から初めてこれって言った時、何か思い当たったりとか、こうしようとかありました？最初ですか、うん、最初、最初ですか。最初はこう、まあ、悩みましたよね、まあ、悩むっていうかね、そう、まあ、どっちかっていうと、その城太郎さんが今おっしゃったように、莫大な ね、 そうですね、お金をね、まあ、借り入れもしなきゃいけないし、自己資金も借り入れも、もうたっぷりしました ね、 ね、いろいろそういう、まあ、家賃のことから、そうですね、何から何まで、何から何こうインタビューさせていただいて、そうですね、であればっていう、その城太郎さんの、まあ、ここにかける思いみたいなことをね、そうですね、それを
ここのお店に込めるというのが始まりですね。そうですね。ここね、本当はここ実は75坪あるんですけれども、本当はこの半分以下のね30坪ぐらいのところで銀座シックスさんと話ができてたんですけれども、いろいろな紆余曲折がありまして、このカフェがもう、一緒に併設できるお店のエリアに決まりまして、まあそれはそれは何ちゅうたって250平米以上ですのでね、そんな呉服屋さんはなかなかね、銀座にもありませんので、まあ、本当にちょっと気合いの入るちょっとビビるようなね、あれだったんですが、今ちょうど写真がね、あれ今なってるんですね、まあ、ちょうどまあちょっと内装のね、内観の写真を、まあ、ちょうど撮ってます。この展示場の大きな絵はね、島ボタンでこうボタンの花のボタンを島でアレンジして描いた僕のね代表的な柄でもあるんです。それを天井に大きくね、2箇所に大きく配置しまして、その間をこう木立がバッとこうね乱れいるというような、その木立は実はこの床のね、フローリングというか絨毯とフローリングの間の、そこにもですね、鏡写しと天井と床が鏡写しになっているというね趣で、まあ、デザインというかね、まあ、僕も天井をデザインしたりとか、まあ、まずはレイアウトですよね、樋口さんにね、どこをどうカフェにして、どこをね、どう厨房を作って、どういうレイアウトをするか、そう僕思い出した、その時に言うたが、カフェに来た、着物で来たっていうよりか、このうまくこうミックスしたようなね、うん、なんか境界があるようでないような。うん、そうですね、まあ、ゾーニングとしては結界を設けるけど、うん、 ね、それぞれがお互いにいい影響を与え合って、そうです ね、 ね、カフェも売り上げ、着物もお買い上げいただく、ね、うん、着物買うの疲れるじゃないですか、時間もかかるし、ね、まあまあまあそうです ね、 そうですね、ちょっと一杯飲んでいただいて、やっぱり買おうかなとかね、はい、そうカフェエリアですね、うん、これどうですか。これはね、まあ逆光なんですよね。そうですよ ね、 ね、これは、うん、江戸の空、ね、ああそうです、江戸の空ですね、江戸の空をグラデーションで追ってくれないかと、そうです、そうです、そうです、ね、そしたら見事に素晴らしいグラデーションで、ね、あっちのね、浮世絵に出てくる、なんていうんですかね、日本橋から富士山を見たような、下の方が黄色、オレンジ、上になるとだんだん、うん、ブルーになって、ね、夜になっていくような。早速コメントでも、銀座のお店いつか行ってみたいですコメントが、ああお待ちしてます皆さん、ぜひぜひ、まあ、あのカフェもありますのでね、なんかこういつもこう にぎやかな感じのお店が、まあ、うちらしいかなと思うので、入りやすいお店にしてくれってことね言ったんですけど、樋口さんが一番こだわったところ、大変だったところ、どこですか、うんうん、こだわったところ、何かな、そもそもこのお店城太郎さんショールームっていう風にね、うん、考えて作ってますんで、なんならその生地見本、ショールームでもあるし、着物の ね、 ね、あの織物のショールームでもあるし、それの製品化したもの、それのショールームでもあるので、それをこう内装にもうバンバン使いながらも、まあ、よく見るとっていうか基本的な構成は割とシンプルで、ね、うんうん、モダンな感じに色々しておりますが、いろんなところに随所にこだわりは散りばめまくってますんで、そうなんですよ、散りばめまくってるんですよね、まあ、僕は、まあね、インテリアファブリックスのそういうのを作ってるし、まあ、全体の構成として樋口さんにもうお任せして、でも本当に実験的なことをね、この天井と床っていうのもこれも実験的なことですし、入り口の、ね、木造がもう、まあ、うちの店だからできるというかね、まあ、自分たちも実験のように実は作ったりとか、あのカフェの網代もね、一枚もんにこだわって、格子がさっきのカフェの写真出ます、あ、はい、出ます、あの網代がねずっとこう横に一面にズボンと入ってるんですよ、これ木で、ウォールナットでしたね、これウォールナットを細かくパーツに刻んで組み上げていくんですけども、その組み上げた向こう側にグラデーションのファブリックがあるんです、これ横幅7メートルで一枚もんでね、普通でそこサッシが入ってこうコトンコトンと5枚か6枚で1つを作るんですけど、これは組み上げたこうフレームなしのね、壁、実は1枚もんの壁としてねやりました。
カフェが入ると入りやすいですねとコメントがあります。ああそうですよ ね、ぜひぜひカフェもね本当にこだわって実はやっておりまして、ただ美味しいコーヒーが出るっていうカフェではね面白くないし、まあ、スイーツも本気で作ってるねカフェですからぜひいらしてください。ヒュースさんから見て、うん、ジョー太郎はどんな人？どんな人？どんな人？言っていいのかな？いいですよ。言っていいですよ。どうぞ。どんな人ですかね。どんな人でしょうね。まあほら人は、まあ、パッと見ね見た目もこうビジュアルもよく人当たりもよく、あ、ありがとうございます。ね喋るのもいやいやいや、ね、上手だし。喋まあそうはね好きですからね喋るの ね、うん、そう。どんな人？まあいい人ですよ。思ったより思ったよりね。いや思ったより思ったより見た目よりいい人です。見た目よりいい人ね。ありがとうございます。飲むと寝ちゃいます。飲むと寝ちゃいますね。まあでも起きますしね。そうですね起きますし ね。起きてからが長いですけど、ね。起きてからが長いです、ね。はい。ちょっと質問が入りまして、はい、カフェって予約なしで大丈夫でしょうかっていう質問。予約なしでももちろん大丈夫ですけども予約もできますから。あもし週末なら予約してもらった方がいいよね。多分ね。さあどうぞ予約ぜひしてください。最近はいつもどんな風に遊んでますか。僕と樋口さん。樋口さんね遊ぶ場所いっぱいプロデュースしてるんですよ。この前もまあ遊ぶ場所っていうかあれオーガナイズじゃないけどこうパーティーのちょっとこう、あこの間イベントやりましたね。イベントもやりましたから。そう、そのイベントもやられてますし、アマランスってね、ショーパブ、なんなんなんですかね。知ってますよね、アマランス。社交場です。社交場です。うまいこと言うね。さすがですね。超大人の社交場ね、アマランスっていうドラッグクイーンのね、うん、方々が常時いらっしゃるんですかね。僕、樋口さんです。経営者ですかね。そうやね。はいね、いらっしゃる素敵なところで、いや樋口さんインテリアデザイナーの方僕いろいろ知ってますけど樋口さんでちょっと変わってますよねやっぱりね。そうですか。そうですそうです。やっぱりちょっと変わってますね。そういうサブカルチャーに対してやっぱりこうね なんていうんですかそのやっぱり知識人ですか面白いこといっぱいしてますよね。まあそういう友達も多いと。そういう友達多い ね。ジョー太郎さんもかぶってますけど。ありがとうございます。そうかまないね。樋口さんのところのね、なんかね、ちょっと劇場っぽいんですよね。なんかね、そうですね、うん、なんかだから、なんか本当に舞台装置じゃないけど、なんていうかね、なんかこうちょっとエレガントで、ちょっとクラシックなとこもあって、でも新しいみたいな。ここの劇場ですかね。ああ、そうですね。イベントでできること想定して、ここのフィッティングルームつながってるのなんて全部こうパンパンパンって上げたら大奥みたいですからね。そうですね。確かにそうですね。うん、なかなか本当そうですよね。いろいろマルチパーパスに使えると。でも本当に1年半経ってまあねおかげさんで、まあ、テレビにも随分取材されたりとかやっぱり銀座シックスにお店があってね逆にそのすごく僕らのこうねなんか信頼度が上がったというかね信用度が上がったというか、うん、この店のねポテンシャル以上のものをねもっと引き出してもらいました。樋口さんが、うん、ジョー太郎の作品、うん、着物に感じる魅力は、うん、なるほどね、はいはい、ね個人的にその古いこうクラシックな柄それは日本だけじゃなく、はいはい、海外も含めてね、いろんな建築のエレメントだとか様式とかっていうものはとっても好きなもので、はいはい、それをどう解釈して現代にね、うんうんうん、やるかみたいなことをよく考えていたんですけど、うんうん、まあ、とっくにやってる人いるなと、ね、いろんな柄全部に意味があって、はいはい、それの組み合わせそれにどんな糸を使うか、はいはい、色を使うかみたいなね、うんうん、その中でジョー太郎流の、はいはい、うんね、表現をされてるっていうところ、そこは魅力じゃないでしょうかね、うんうん、でもやっぱり京都に、ね、生まれたっていうのはすごい大きかったですよね。なんか、まあ、羨ましいです。いや、まあ、そう、ありがとうございます。でもやっぱりこうものづくりの、ね、人たちに囲まれてたりとか、なんかそれなりのなんかこう美意識と価値観がやっぱりあるんですよね、うん、なんか職人同士の間の中にね。それがまあやっぱり、まあ、今に来てやっぱりこれは良くてこれはダメでしょみたいなところの線引きがね、うん、いよいよやっぱりはっきりしていかないといけない時代になってきたので、うん、なんか
そういうのを作っていけたらいいですね、まあ、ちゃんとクラシックなところかな、うんね、そうそうですね、確かにね、うん、あのアバンギャルドだと思われがちだと思うんだけど、うんまあ、個人的には翔太郎さんはクラシックだなと思って、うん、ありがとうございます。まあ嬉しい、うん、はい、お願いします。おかわり、おかわり、井口さんもお願いします。夜会うことの方が多いですか？まあまあ お互いね、昼間ヒューさんちゃんと仕事されてますからね、してますよ、ね、昼間もちゃんと一応そういう社交場も作られるんですけども、ね、ありがとうございます。ちゃんと昼間仕事されてるんで、まあ会うのはやっぱり ね、どうしても夜が多いですよね、うん、まあ仕事の話は昼間も多いですけど、うん、ね、でもここ始まってからは閉店9時ですから、そうです、8時半か、ですからね、うん、そこからね、まあどっかパトロール行ったりすることが多いですよね、またあのインテリアの方々割と仲良し、仲良しというか割とね、横のつながりあれなんで、そこへパーティー行くとお会いしたりね、いろいろあります。はいはい、何でした？今二人が思う素敵な女性、素敵な男、これ芸能人とか例に挙げて、芸能人でも一般の方でもこういう人ってかっこいいよねっていうお話を大人の難しいこと聞かれますね。難しいですね。難しいけど、あえて言うなら、ほら LGBT 流行ってますから言うとね、はいはいはい、なんて言うんだろう、その性別生まれてきたからどうとかっていうよりは、その感覚的に性別超越した方っていうのは身の回りに多いじゃないですか、はいはいね、センスのいい方、はいね、だそういう人たちはやっぱりこう区別なく差別なく、うんうんうん、面白く生きてる人も多いので、まあ、そういう人が素敵かなと思いますね。あ、なるほど、はい、あ、なるほどね、うん、まあ、我々ただの男ですけどね。ヒューさんほんまにただの男ですか？ほんまにそうらしいんですよそうらしいです、よく言われるんですけどまあね、でもなんかこう LGBT でしたっけ、あ、はいはいはい、 LGBT の方 ね、は本当に繊細ですからね、なんかこう見方とか ね、繊細で大胆ですね。そう、繊細で大胆ですよ、ね、都合よくね、あ、都合よく、なるほど時には時には都合よく、うん、ね、確かにそうかもしれませんね。でも男性女性 LGBT って両方か、誰か芸能人でいます？いや、ちょっとあんま言えないですけどね、まあ、わかんないですけど、うん、誰がいいか。でもスポーツとかやったらどんどん若い人出てくるじゃないですか、うん、なんか想像を覆すみたいな技を持ってるとか、うんうん、スケートのね、あの木平さんもそうだし、うん、なんかそう思うとなんかおっさんですね、僕ら、だいぶおっさんですねただ思うのはね、はい、その男らしさ女らしさみたいなことって、うん、違う性別の人に教えてもらうことの方が多いような気がしますね、うん、ああ、なるほど、うん、それ深いね、うん、おかまの人の仕草とかね、なるほど、女の子が見てびっくりするとか、なるほど、うん、ね、あ、確かにそうかもよね、うん、まあね、役者で女方の方がより女っぽいとかね、うん、確かにそういうことありますよね。そうか、そうやね、やっぱり、そうですね、うん、そうですね、うん、ゆうさんそういう絡みすごい多いですもん でもね、お友達とか比較的、ね、はい、そうだと思いますね、はい、でもみんなあれですよね、あのアマランスのレジーナさんもレジーヌね、うん、レジーヌ、レヌなんですよ、実は。あ、そうなの、はい、レジーヌだと思って、レジーヌさん、うんうん、レジーヌさんもすごい意外サバサバっとしてる感じもあってね。そうですね、祇園、うん、でちょっと一緒の時もあの格好のままね、うん、八坂神社のあの階段の上で踊ってましたから ね、なかなか面白かったですけど、うん、なんか渋谷区長と一緒にラジオ体操やってましたよレジーヌさんね、ヌさんがね、え、あの格好のままじゃないですよね。いや、ああいう格好で。マジですか、はい、何 CM かなんかですか、あれはね。いや、渋谷区長が東京、あ、渋谷で夜過ごすならどこに行くみたい なんかムービーを撮ってらして、それでアマランスも回ってきて、はい、そうなんですか。まあ、でも樋口さんは今なんか面白いことやってないですか？まあ、まあ言えないこといっぱいあると思いますけど。言えないことばっかりですね、うん、面白いことですか？面白いこと、まあこういうの作ってるとか、はいはい、こういうのプロデュースしてるとか、うんうんうん、ね、
今、まあ、どこ、言える範疇で、言える範疇で言うと、そうですね、ちょっと面白い場所に、うん、町の開発やってますね、ホテル含め、はいはいはい、もろもろ、あ、これはもう樋口さんしかできないとこやね、そこで城太郎さんにおいらん道中をやっていただこうかと、ね、おいらん道中をね、ありがとうございます、ぜひぜひ、それがありましたね、そうそう、それでできたらね、難しいことですけど ね、まあ、エリアがエリアだけ難しいけど、でも面白いですよ ね、 ですね、できたら、だからその遊郭ではね、昔、うん、着物屋さんと呉服屋さんがね、コレクションみたいな形で、あのメインストリートで最新の着物を、ね、うんうん、着せて歩いてたと、ショーをやっていたということなんでね、まあ、華やかな、ね、そうですね、僕ね、あんま行ったことないんですけどもね、あのエリアはね、まあ、私も最近初めて知りましたけど、うん、まだあったんだと、まあ、そうですか、ちょっと面白いな、何何？着物の、城太郎着物の女性に出かけてほしい場所、体験などは樋口さんが思う？はい、うん、ああ、樋口さん目線で、うん、おすすめの場所やそんなことをしたらいいんじゃないか、着物着てこういうの行ったらいいんじゃないのとか、あ、とりあえず城太郎さんを誘いしてるのは盆踊りですね、伊勢丹の上とかね、今年は東急プラザの上でしたけど、そうですね、浴衣の ね盆踊り、ここのお店のスタッフの皆さんも一緒にね、今年はそうです ね、誰か踊り狂ってましたね、踊り狂った店長さんとか ね、 ね、いましたね、あの辺もやっぱりコアなね、はい、ちょっとこう面白いメンバーがこうアーティストが集まって、うん、でもああいうこうやっぱりなんかこう盛り上げないとですね、うん、ああいうの何かにつけてカッコつけてでもいいし、なんかこうそういう動きをして人が集まればことなんかねできるとやっていくと面白いですよね、はい、そこで浴衣とか着物とかね、うん、ちょっと触れられていくっていうのも面白いですよね、うん、そう、日常、きっかけになっていけば、そうそう、日常着物ももちろん大事だと思うんですけどね、どう楽しむかですからね、うん、本当にそれも一つのきっかけになればなと思いますよね、楽しみ方を我々が実践、城太郎さんがね教えていかなきゃいけないと、ね、まあ、教えるなんていうのはおこがましいですけど、ね、でもまあ楽しんでほしいですよね、はい、なんかね、はい、でも最近ね、樋口さんも着物着てくれてるし、まあ、似合いますからね、やっぱりね、なんかあの姿勢がいいんでね、あ、まあ、よりシュッとね、はい、なりますよ、古い人間みたいですね古い人間洋服より着物の方が似合うと、あ、言われます、言われますね、はい、あ、洋服も樋口さんおしゃれですからね、着物になった時またギャップがまたね、みんなお樋口さん着物いいじゃんみたいな、そうですか、いやいや、絶対そのギャップあると思います、うん、でも飲んでて疲れてくるとね、昔の亡くなった歌丸師匠にそっくりだって言いますかね似てますよね、似てますよ、似てるんですよ、似てますよね、似てるんですよ、なんか面白いことも言うてくれはりそうな感じでしょうね、さあ質問をいただいております、はい、着物作りとインテリアデザインに共通するところは、あ、着物作りとインテリアデザインに共通する、そうですね、でも僕着物はね、またその自分のブランド持って全てのことをやっぱやってますのでインテリアの方はまた、あ、インテリアの方は逆に、どちらかというとこうメインのデザイナーさんがいらっしゃって僕らそこをサポートするっていう、全てをデザイン、ね、インテリアデザインをするわけではないので、あくまでそこに収まる特殊なファブリックとか、その空間の、演出の元になるようなものを作ったりしますから、そういう意味では、ただまあ、ね、その遠慮なく大胆なものを提案するようには、ね、してるんですけどもね、ですからこう和物というとシンプルで、ね、ミニマルでなんかこう削ぎ落とされたみたいなイメージがあるんですよ、シンプルイズベストっていうのはね、なんか簡単ですけど、なんかどういうことかな、一番簡単な手法を言ったら怒られるのかな、一番簡単なこう表現でね、なんか僕作ったものはシンプルイズベストにはしたくないなっていうのがあって、だからそういう意味ではこの店なんか本当にね、もうここしかないっていう、もうやりすぎてもダメ、やらないすぎてもダメっていうところの落としどころをね、うん、もう2人で話しながら作って、まあ、やっぱり、だから着物とインテリアって少し違うんですよね、僕ら。共通するところ、
共通するところは、でもまあね、やっぱりインテリアの方でもとはいえ斎藤城太郎にお願い、ね、依頼が来るので、やっぱりらしさを出すことがいいんでしょうねというふうに思ってやってます。ですから、まあ、素材は重要ですからね、うん、そうですね、着物も素材重要、インテリアも素材重要、そうですね、うん、だからまああんまりね、最近やりすぎると俺がデザインしてるのに城太郎さんの公園になってるやんっていうようなちょっと言われることもあったりするので、それは器が小さいですね器が小さいそうですよ、ね、って感じでいいですか、はい、バッチリです、そうですよね、鈴木さん的にはどうですか、着物作りとインテリアに、ここは似てるんじゃないかと思って、うん、あ、樋口さんが感じるとこ、はい、なるほど、どこありますか、ね、着物作りか、あんまり共通するとこないと思いますね、ただね、その着物の、うん、着物の、ファブリックのデザインとかね、うんうん、なるほど、うん、その着物柄の生地のデザインをされるときとインテリアデザインっていうのはもちろん共通性あると思うんですけど、うん、着物はやっぱりね反物だったり、形もそこそこ決まってたりっていう、ね、うん、そうですね、ええ、うん、その制約っていうのが、うんうん、そう、逆にでも制約あるからちょっと面白いところもあるんですよね、今では優子さんからの質問です、優子さん、はい、そして続いて、はい、みんみんさんかな、あ、みんみんさん、ありがとうございます、みんみんさん、知り合いですか、知ってます、あ、僕はね、僕はファブリックを手掛けるきっかけ、あのね、これはね、実は10年くらい前に、もうちょっと前かな、店をやるもんはるか前ですからに、全然インテリアのことやってないのに、全然知らないところのインテリア関係の方から週に2本ぐらい電話がかかってきまして、ホテルのソファに絵を描いてくれないかとか、ビップルームに絵描いてくれないかという話があって、もちろん描けますけども、ね、手前どもは工芸染めの世界ですのでね、やっぱり工業製品とは違うので、1年経ってね、火に焼けて柄が飛んでしまってみたいなことでもダメ、ね、ダメですし、僕も作ってて嫌なのでやんわり断ってたんですけども、あまりに頻繁に電話がかかってくるので、もしかしてこれは何かあるのではと思ってやりかけたのがスタートなんですね。それの時にやっぱりあのね、やんわり断ることは自信がないからなので、そうではなくて堂々とね、ご提案できるような、ことをやっていきたいと。でそれをこう求めてやっていくと、工芸品のレギュレーションってやっぱり工芸的なものなんで、ね、まあ、そのすごくレギュレーションいくんですけど、そういうホテルとかレストランとかそういう公共的な場所にもその記事を貼ったりすると、また全然違う工業製品としてのレギュレーションを求められるので、まあ、そこが一番大変な苦労したんですけども、でもやっぱりそこはね、次の工芸の進化かなというふうに実は思ってトライしましたね。はい、樋口さんに聞きたいです、はい、うん、お店以外2人で作ってみたいものありますか、うん、ね、もの、はい、もの、こと、もの、こと、ああ、ことはさっき樋口さん言われたやつ、あれこと面白そうですよね。それ一つですね。それ一つですね。それは一つ。それは一つ。あとはね、やっぱり京都の入り口は私にとっては城太郎さんなんでね。はい、はい、ありがとうございます、うん。そこから京都の世界が広がったって初めてね。はい、はい、なるほど。一人で行っても分かんない世界。なるほど。うん、一元さんお断りといっても入り口があると。パコーンと開ける世界がね。そうです ね, ね、確かにね、うん、なんで、まあ、京都で何かやりたいなと思うし、いいですね、うん、それも楽しそうです。本当ですね。そして樋口さんに質問が来ました。来ました。お、見てらっしゃるから、はい、はい、はい、うん、どんな時に着物を着たいと思いますか、うんうん、着物を着てどちらかに出かけることはありますか、うん、なるほど。芋虫さんから。はい、芋虫さん、芋虫さんから、ね、ありがとうございます、実はね、ずいぶん昔に着物を着て遊んでたことがあって、おお、中、え、初耳、古着屋さんでね、中古の着物とか結構買って、はいはい、着て遊んでたんですよ。おお、うん、マジですか。そう、着物、どんな遊びしてたんですかそれは。それはね、いやいや、遊びに行くときに着物を着ていくっていうだけで面白がられたんでね。あ、そうなんですか。うん、着物で車も運転して、はい、なるほど、うん、でどこにでも行くわけですよ。うん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 、あ、
そうなんですか。コンビニでアイスも買うし、なるほど、ね、夜も遊びに行くし、はいはいはい、レストランも行くし、でそこでその和風の場所に着物を着ていくっていう楽しみももちろんあるんだけど、うんうん、全然違うところにね、着ていくっていうのもね。そうですね、うん、でももう本当にね、着物は、まあ、清掃っていう考えで、うんうん、なるほどなるほど、うん、でももう本当にね、なんかこう都会できるものというかね、うん、なんかまあ着物もそういう時代になってきたというかね、うんうん、和だから和のシチュエーションというよりかね、もう本当にどんな場所でもね、どんどん出かけお出かけしていって来ていっていただきたいなと思いますよね、うん、最近はどんなところにお出かけされましたか、樋口さん。着物で。着物でですか、はい、着物で。着物で、いや最近で言うと丈太郎さんのクリスマスパーティーでしたね。そうですね、ありがとうございます。近々だとね。そうですね、うん、素晴らしいパーティーでした。あれはありがとうございます、ね、うん、そうなんですよ、白子さんにね、はい、フラメンコダンサーの白子さんに踊ってもらいまして、うん、しかし迫力ありましたね、うんうん、さあそれでは、はい、ライブアレンジのコーナーへ、樋口さんの帯もチェンジ、はい、してみましょう。あ、じゃあちょっと、はい、今日のどうしましょうか。これちょっとよけるじゃん、はい、公開生着替えですか。いやいやいきますよ、公開生着替え。いやいやいや、ズボン履いといてよかったでしょう、はい、よかったよかった。じゃあちょっとどかしますか。この辺でもう手動なんです、すいません。ではまあ樋口さん、はい、はい、今日、では最初スタッフの、あ、じゃあ樋口さんの帯チェンからいきましょうか。樋口さんの帯チェン、はい、はい、今日はね、樋口さん、そう、最近思ったんですけど、僕テレビに出こう丈太郎ライブ TV やり始めて、うん、意外と地味なんですよね。え、こう見ると、あ、画面で、ね、画面で見ると、後から見ると、うんうんうん、なので今日は樋口さんってどっちかというとちょっと割とダークなイメージがあるんですけど、今日は僕の対比で割とこう明るい目の色を、はい、で帯も色が入ったこうブルーのね、帯をしてみました。ちょっと帯をじゃあ交換してみましょうね。ちょっと持ってきますね。はい、後ろ止めるだけでいいや。何枚ぐらいお持ちなんですか、お着物。丈太郎さんのはこの間1枚初めて買いました。あ、そうなんですね。はい、それはどんな、何色、どんな感じの？黒かな。黒。はい。もうあのスタッフの方にね、はい、もういい加減買いなはれと。はっきりそれ言ってましたね。怒られました。うちのね、はい。はい、池下がはっきりそれ言うてましたね、はい、リボ払いで買いなはれ、リボ払いで買いなはれ、はい、じゃあちょっと赤い帯にちょっと交換してみる、はい、ま、なぜ赤を、あ、なぜ、まあ、やっぱり今言うように色にこだわってちょっと出してみたかったのと、うん、あの男、大人の男の赤って結構かっこいいんですよね、うん、で赤そのものがね割とパワーのある色ですからね、ちょっと悪そうでしょ。悪そうだし、はい、色気が増しました、ね、そうでしょう、ちょっとエロそうですよね、はい、だいぶエロそうです、樋口さん。樋口さん、いかがですか。見えてないですね。見えてないですね。うん、でも、ね、はい、そうですね。あ、このワインレッドみたいなね、バーガンディーにチャコール、黒。そうです、黒の、うんうん。に、このなんかコッパーっぽい、はい、キラキラした糸が入ってまして、これ何柄っていうんですか。いやこれね、これもともとね、実は幅の広いね、生地をこう実は短くしているので、うんうん、これで、でもこれもね、幾何学文様でちょっと変わった格子の柄ですね。変わり格子の柄、変わり格子。帯アップ、はい、うん、かっこいいですよ、これね、すごい評判がいいです、はい、このコーデでどこに行きますか。どこ行きましょうか。どこ行こうかね。このコーデで、そうですね、うん、明るめの店の方がいいかな、こう色が見えるようにね。そうです ね、 ね、明るめの店、樋口さんありますのか。いや、暗い店ばっかり。琉球チャイニーズ玉っていうとこですね。ああ、はい、あそこがね、ビブグルマン来年撮るらしいですよ。あ、言っていいのかな。言っていいんですか。そうそうそう、いいんですかね。言っちゃいましたね。あ、はい、ゆたさん知ってますか。はい、有名ですよね。有名ですね、あの界隈では美味しいですね。たくさんありますけど、かっこいい柄とか、うん、あ、ありがとうございます、はい、たくさんかっこいいですっていうコメントをいただいております。これチャットでリアルにこう、うん、あ、はいはい、そうなんです、生放送まで来るので、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。それでは
退場。いや、そのそこにいらっしゃる。お休みですか。はい、どうか。あれ。はい、うかい。うかいちゃん、今日のスタッフモデル役。ヒューさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。しばしお待ち。はい。はい、うかいちゃんです。はい、うかいちゃん、今日はあの今日のお着物は。今日のお着物はですね、私が生まれて初めて自分で買った丈太郎先生のお着物でございます。おっと、いつですか？12年前です。おお、はい、思い出の思い出の今でも一丁羅です。あら、どうでしょう、丈太郎さん、それって、うん、いやいや、やっぱりそれはもう嬉しいですよね、はい、まあ12年前っていうことはね、まあ、彼女若いですけども12歳若かったわけですから、その時にこのどっちかというと渋い色をね選んでくれてるっていうのは、やっぱり言うように地味とシックは違うのでね、やっぱりあのただの地味じゃなくて、まあシックな装いというかね、そういうのも本当に代名詞かなと思います。ですからもうね、もう今やもう色に年齢ではありませんのでね、昔はやっぱりちょっとこれ何歳までの地色みたいな話がありましたけど、今ではねもうそういうのはナンセンスですから、まあ全くないかなと思います。まあ、これ実はね、全体よく見ると花柄なんですね。でこの柄のこの組み合わせって言ったら、もう本当にあのお花畑のようなね、柄なんですけど、実はそのお花畑のような柄ですけども、もう子供っぽくないというかね、大人の花柄っていうふうにね、実はなっております。なるほど、はい、では今日アレンジしてもらうリクエストを一言どうぞ、はい。そのこれがこう12年前の私がこれだったので、今の私にっていうのをぜひちょっと先生に選んでいただきたいなと思います。はい、ジョウトロさん、今日は帯と小物だけを変えるアレンジを、うん、わかりました。そうですね、はい、今日着物を生かして、わかりました。じゃあどうしようかな、でも急バンと変わったみたいな、じゃあそうやね、今のうかいちゃんの魅力を、魅力を、はい、マシマシで、マシマシで、ありがたい、ありがたい、そうね、マシマシ頑張るよ。でもやっぱりせっかくだし個性的にいこうか、ちょっとモードな、これで、うかいちゃんは店に入ってどれぐらいですか？中村君、後ろ取ってくれる？実はまだ入って2ヶ月ぐらいです。そうなんですね、すいません、こんなとこに出てきまして。なるほど、素晴らしい、はい、まだ、はい、どうですか2ヶ月、2ヶ月は、いやもう刺激が多くてですね、はい、もうあの銀座で勤めるっていうこと自体がすごくこうなんかすごいことだなって思ってます。友達とかどう言ってました？いやなんかやばいねみたいな感じです。やばいね。銀座のお店なの？銀座みたいな、そんな感じですね。何のお店というか、はい、これはちょっと僕の島ボタンの柄ですね。白黒で島ボタンの柄に、前はねこう草花柄、まあ、花ではなくて枝と葉っぱだけですけどね、草花柄の刺繍がこう入ってます。ポンとブルーのね、大胆な柄のブルーの刺繍です。新作ですか？新作です、はい。小物ね、どうしようかな。どうですか、うかいちゃん、帯を。いやー、私あの青がすごい好きなので、ここでこう持ってきていただけたことがすごく嬉しいです。打ち合わせなしで、はい、全くなしで読み取られるわけですね。すごいですね、はい。はい、じゃあ小物ちょっとあえて大胆に、あ、本当ですか。あ、嬉しい。さあさあ、はい、続きまして小物は、はい、帯揚げグリーン。ちょっとね、青のポイントのものにグリーンっていうね、一見するとえっと思うような大胆な組み合わせですけども、やっぱりね最近グリーンとかパープルとかなんかそういうのがすごい新鮮で、なんか一つこうキーのね色目として僕らもこうつい使ってしまいます。今惹かれる色なんですか？そうですね、うん、
あの組色の組み合わせっていうのかな。お、よかった。ありがとうございます。はい、こんな感じ。さあ、はい、完成です。はい、まあ、ちょうどね、こういう、どういったらいいかな。本当に色で見せるという組み合わせだと思います、これはね。なんか彼女のこう雰囲気とかイメージも、なんかあんまりね初対じみたものにはもちろんしたくないし、なんかやっぱり都会的で若々しいっていう感じの組み合わせで一遍やってみました。12年前より都会的、うん、多分ね。でもね12年前よりやっぱ これに好みとかこの小物合わせってやっぱりちょっとレベルが高いので、うん、今の方がああなるほどと思うでしょうね。多分12年前にこう出してたらこれですかって言ったかもしれないね彼女は。そういう意味ではやっぱりねもう目が超えて。どうですか。いやー素敵です。お、ではここでスペシャルゲストの樋口さんにも、はい、登場していただいて感想を。感想ですか。はい、あ、どうぞ。飛び返してね、はい、そのグリーンとね、そのなんていうんですか、あのロイヤル、ね、グリーンとこのなんていうかこのロイヤルブルーみたいなね、はい、この色がいいですよね。この色がね、ありがとうございます。色で見せるっていうコメントも来てますよ。ありがとうございます、はい、いやでも本当にその通りでね、まあまあの、まあ、こういう、どういったらいいかな、こういう組み合わせっていうのはやっぱ新しい組み合わせだと思いますね。今までとは違う、まあ、彼女こういうねレースの襟とかそういうものもちょっと小物で合わせたりもしているし、まあ、そこここにはこうちょっとね、なんかね今の美意識をやっぱり入れてるし、髪の毛もねなんか彼女らしい感じだと思います。ありがとうございます。いやいやいや、とんでもない。光栄です。光栄です。はい、さあ、なんか、はい。うかいちゃんの？うかいちゃんの感想はまた SNS にアップします。はい、はい。了解しました。あ、はいはい。うかいちゃんの、うかいちゃんの感想はまた SNS で発表したいと思います。はい。うかいちゃんでした。ありがとう。イエーイ。ありがとうございます。さあ、そろそろ。はい、そろそろ。もうぼちぼち終わり、はい、そうか、第3回ですもんね、これがね、はい、47分、あ、47、あ、今回最長ですね、じゃあ。そうです、うん、いやいや、でもこのぐらい、なんかいつもやりたい気もするんだけど、はい、はい、あ、ヒューさん、つけましょうか、はい、はい、あ、もうちょっとこっち、ヒューさん、どうぞ。何2019年の野望、うん、目標をそれぞれ。じゃ新年ですか。そうですよ、もう26日ですもんね。いや、考えてませんでしたね。そうですか。どうしましょうね。2019年の野望だよ。とりあえず2018年の締めくくりもしてないしね。うん、うん、あのですね、はい、来年はね、はい、そうですね、なんかね、はい、中途半端に褒められるっていうのをやめようかなと。あ、なるほど。でもね、いや樋口さんってこうだよねとかね、はいはい、例えば今日のこの番組もそうですけど、うんうん、樋口さんはこんな仕事をこう やられてね、こんなに、はい、ね、ほにゃら、ね、はい、ね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 、っていうね、はい、そういうことを言われるようになったっていうことはもう伸びしろないっていうことに違う。いや、ちょっとひねくれてますけどね、その考え方はね。うん、逆にお前そうじゃないだろうってこう言われるような、ね、あ、なるほど、なるほど。ちょっとそういうこう初心に帰るみたいなところですか。初心に帰り、ちょっと心を開いて、あ、なるほど、もう何でも言ってくれと、もう何でも仕事をください。あら、そうなんや。そんな感じで、謙虚、樋口さん。そうなんだ。遊びの目標はいかがですか。遊びの目標、遊びの目標ですか、まあ、そのために体を鍛えたいですね。おお、あ、いいですね、体を使って遊びですか、ね。まあ、朝までこう立ち飲みは得意なんですが、さすがに3日ぐらい続くと辛くなってくるんでね。そりゃそうですよね、はい、体を鍛えたいなと、ね、京都で遊びましょうよ。京都で遊びたい、ね、来年ね、桜の季節、中目でもいいよ。中目でもね、ね、中目でもね、はい、ぜひぜひ遊びたいなと思います。行、うんうん、ってないですね、最近ね。そうですね、そうですね、うん、はい、うん、
僕も言うの野望と目標。あ、じゃあ私19年の野望、あ、まあ、僕ね着物のデザイナーですのでね、まあ、それが僕 の、 あのタレント性だと思っているので、ますます、着物もより新しい着物を追求して作っていきたいなと思いますし、なんかこうで東京オリンピックもね近いですから、ね、そのステップでしょ。いやいやいや、まあそうとは言わないですけど、20年にいろいろ ねなんかやりたいですね。20年あの全く何も決まってませんけどね、はい、はい、決まってませんけどぜひやりたいなというふうに思ってます、はい、最後に、はい、樋口さんから、うん、2019年の丈太郎に期待することをお願いします。なんかあります？期待か、期待か、期待はいつもしてるんですけど、そのあんまりね、まあ、人に期待値をこう設定しちゃうとね、うん、よくないなと思うんです。あ、なるほど、うん、まあ、樋口さんそういうタイプですよね、うん、どっちかと、なんか、まあ、可能性いくらでもあるので、うんうん、そうですよね、うん、思ったよりもビョーンとね行ってもらえる方がいいので、うん、ああ期待っていうかね、あ、うん、どこまで行くんかな、もう行けよと。そう、 ありがとうございます、まあ、本当に連れてって、あ、連れて、いや行きましょう行きましょう、一緒にね行きましょう行きましょう、いや嬉しいです、ありがとうございます、いえいえ本当にどうも、はい、あ、コメント、コメントや質問、皆さん本当にありがとうございました、 ありがとうございました、ね、じゃあ最後にお二人今日の感想で締めて、あ、今日の感想、樋口さんどうぞ、うん、まずはあっという間ですね。そうでしょう、ね、どうですかこんな感じでやってるんですけど、なんか喋りたいこと全く喋れてないですねあ、ありました、どうぞ、いや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 大丈夫ですまた次回 で、 そう、またまあ、そうだよね、もちろんです、次のゲストの時でいいですか、じゃあそれは何でも、はい、あ、じゃあまたその説は樋口さんにねぜひまた来てほしいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。嫌いにならないでくださいね、よろしくお願いいたします、はい、それでは本当に皆さん、第3回ね、いかがだったでしょうか、また、お話を、ね、聞かせていただければ幸いです、本当にコメントや質問本当にありがとうございました、あ、チャンネル登録ね、ぜひチャンネル登録していただきますようにどうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします、またね、みんなに宣伝、うん、まあ、あの、応援しててシェアね、ぜひよろしくお願いしたいなと思います、うん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。良いお年を、良いお年をお迎えください。ありがとうございます。